バトルブレイダーズ、それはナンバーワンブレーダーを決める最高の舞台。誰もが出場を夢見るその裏で不気味に渦巻く陰謀があった。これは悪しき野望を阻止すべくバトルブレイダーズを目指す熱きブレーダーたちの物語である。ガンガンバクテン目いっぱい、一発最強のダジー投手、打ち抜くのが地球がのでかい歌にあるだぜ。心の鉄は誰にも折れやしない、打ち当てろ。ベイ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 メトファイ、ガンガンバクテン目いっぱい、ベイ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 響き合うメトロ。絶対宇宙も回せるか、俺とお前の鉄の絆で涙も打ち抜くんだ。ベイ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 メタルファイ、ガンガンバクテン目いっぱい、ベイ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 メタルファイ精いっぱいメタルハウ。どうしてここに？チャレンジマッチに行ったんじゃ。ごめん、みんなの気持ちはすげえ嬉しい、でもやっぱり俺みんなを置いていけない。な、何言ってるじゃん。バトルブレイダーズに出られなくていいの？ああ、それでいい。やっぱりこれでよかった。大鳥翼、望み通り俺がお前の相手をしてやる。どいつもこいつも仲間のためにか。お前たちが仲間のことをどれだけ大切に思っているかはよく分かった。しかしそれが銀河、お前の強さにどうつながるんだ。俺の強さ、まだ分からないのか。お前はフェニックス。大鳥翼、今教えてやる。勝負だ銀河。それじゃあ、あいつが。そうよ、銀河のポインターを破壊してしまった張本人よ。どうしてお前がここに。決まってる、そいつは翼とグルなんじゃ。二人で銀河をどこまで苦しめようというのですか。汚いぞ。とんだ誤解だな。最後の仕上げだ、邪魔をするな。銀河と戦い、お前の言った言葉の意味を確かめてやる。お前の本こそ引くでよ。仲間割れ？一体どうなったんじゃ。何のつもりだフェニックス。今の前ではいくら戦ったところで俺の言った意味などわからん。どうしてもというなら俺を倒してからにするんだな。ふざけたことを。ならば望み通り、銀河の前にお前から蹴散らしてやる。悪意だ、スラッシュクロー。甘い。え？なんじゃ。危ない、みんな気をつけて。なんですか今のは。これがフェニックスの力よ。これで文句はないな。
俺と勝負ぞ、鋼銀河。望むところだ。あの時の借りを返してやる。決戦にはお集まり向きの場所だな。銀河、本当にやるつもりなの？ああ、バトルを挑まれて背を向けるわけにはいかない。でも、あいつは危険よ。万が一、またあの時みたいになったら。だからこそだ。俺はあいつに負けて、バトルブレーダーズへの道を閉ざされた。それでも諦めずに頑張ってここまで来たんだ。だからこそ、あいつに負けたままではいられない。フェニックスを乗り越えとして俺にバトルブレーダーズへの道はないんだ。でも大丈夫だ、任せとけって。頑張って銀河。こうなったらやるしかないぞ。絶対に勝て銀河。ああ、やってやるぜ。お前に俺が超えられるかな。スリーツーワン、ゴーシャところでは炎は燃えない。ギガストームブリンガーじゃ、必殺戦技で一気に決めてやれ。ああ、そのつもりだぜ。ペガサス、行け必殺戦技ペガサス、ストームブリンガー。そんなさせん。早い！どうした？そんなことでは必殺戦技など打てないぞ。バーンフェニックス！やられるのを待つだけだ。どうやらお前がベイブレードをやめる時が来たようだな。何？あの時、お前はそう誓ったはずだ。俺は二度と負けやしない。俺が負ける時、それは俺がベイをやめる時だ。それがお前の覚悟、バトルブレードにかける思いじゃなかったのか。銀河がベイをやめる？そんな銀河、男に理論はあるまい。今すぐ楽にしてやる。やばい、何か狙ってるぞ。気をつけろ銀河。しかし攻撃するなら今しかない。ペガセス、もっとだ。回れペガセス。うわっ、しまった。これで終わりだ。フェニックス、ワ
龍河と戦うのは俺しかいない。エルドラゴは俺とアクイラが止めてみせる。まだだ。銀河、俺はまだ負けちゃいないぜ。銀河、受け止めたか。フェニックスの必殺電撃をどうやって。俺は約束したんだ、ケントと京也と兵馬とヒカルと弁慶とバトルブレーダーズへ行くって。そうだ、なのに何をちんたらしてやがる。京也、京也、京也さん、てめえを倒すのはこの俺だ。こんなところで負けたら許さねえからな。ああ、分かってるぜ。フェニックス、俺は何が何でもお前に勝つ。俺のために翼と戦ってくれたみんなのためにも、俺はここで負けるわけにはいかないんだ。そうじゃ、銀河、頑張れ。そんな、まさか、あの技は。まるで京也さんの獅子暴風壁じゃい。人の技をパクりやがって。これからが本当の勝負だ。行くぜ、出かけ。それはこちらのセリフだ。行かれて、バンフェニックス。さすがは幼馴染、タイミングはバッチリです。ふざけた真似を、バンフェニックス。どこに行った。ここだ。チョコマケと、あれはアクイラの技。あいつ、俺の動きまで。そうか、成長していたのは決して銀河の仲間たちだけではなかったんだ。多くの仲間やライバルたちと戦うことでその戦法を身につけ、自然と銀河自身も成長を繰り返していた。この土壇場でその力の全てを発揮できたのは、仲間たちの銀河への思いと、その思いに応えようとする熱い魂。行くぜ、ペガシス。みんなと出会ってここまで頑張ってきたことを無駄にするな。俺たちの全てをぶつけるんだ。ここに来てシューティングスターアタックだぞ。爪を誤ったな。止め、バンフェニックス。
シューティングスターアタック破れて。そんなバカな。シューティングスターアタックは地上の相手を上空からのアタックで弾き飛ばす技。空中で迎え撃てばそれはカウンターになる。そんな対策があったんかい。例えばフェニックスバーニングエクスプロージョン。俺はこれを待ってたんだ。ユキャー必殺提言ペガセスストーブブレンダに負けずに立ち上がったな。お前の覚悟を見せてもらったぞ。え？フェニックス、お前は？これからも仲間たちと共に突き進む。翼。なんじゃい貴様。まだ銀河の邪魔をするつもりか。いや。俺はダークネビラではないと言ったろ。俺は WBBA からの依頼でダークネビラの実態を探っていたんだ。WBBA からの依頼？大道寺がエルドラゴを使って何かを企んでいる情報は WBBA も掴んでいたからな。俺はそれが何なのか、ダークネビラの仲間になったふりをして潜入捜査をしていたのさ。潜入捜査？へえ、かっこいい。同時に大道寺が目の敵にしている銀河とその仲間、君たちの情報も得ていた。それで君たちの力を試すようなことをさせてもらったんだ。あの時のバトルはそのために？君たちには本当にすまないことをした。だがフェニックスとのバトルを見て十分に分かったよ。君たちという仲間がいるからこそ銀河はより強くなった。その熱い絆があればあの龍河にも勝つことができるかもしれないと。身勝手な言い分ですまないが、銀河、これからは君たちのライバル、仲間として共に戦わせてほしい。ダークネビラの野望を食い止めるために。翼、もちろんだぜ。俺たちの目的は一緒だ。銀河、打倒エルドラゴ。
どっちが先に龍河を倒すか、バトルブレーダーズで勝負だ。相変わらず汚い村ですね。ほらほらほら。何も目ぼしいものは見つかりませんね。天道くん、そちらはどうです？こっちにも何もないよ。そんな小汚い犬と遊んでいる場合ですか？ああ、大声出すから逃げちゃったじゃん。まあいいでしょう。フェニックスの正体が何であろうと、すでにサイは投げられました。バトルブレーダーズが始まれば全てははっきりします。龍河こそがナンバーワン、世界最強のブレーダーだってね。さ、こんな汚い村さっさと帰りますよ。もう少し遊んでいこうよ。へえ、まさかこれほど早くここを嗅ぎつけてくるとはな。だがお前らの役に立つ情報など残しておくものか。あとは全てを銀河に託すのみ。頼んだぞ銀河。さあバトルブレーダーズ出場エントリーも残す時間はあとわずか。カウントダウン開始だ。3、2、1、終了。それでは見事5万ベイポイントを獲得しバトルブレーダーズ出場を果たした精鋭たちを紹介しよう。その数総勢16名。果たしてこの中から世界最強ナンバーワンブレーダーの称号を手にするのは誰なのか。バトルブレーダーズ、いよいよ開幕だ。 OK、オーライ、未来光輝く汗、今から行くから待って、逃げずに同じ音だけでも OK、オーライ、未来いろんな思いがこんがいの野望を阻止することができるのか。次回ゴーバトルブレーダー